どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今まで十字軍に関係する戦いを解説してきたけれど、必ず騎士団が十字軍側で参戦してたよね。その騎士団って、何？騎士団というのは騎士修道会のことで、十字軍運動を契機に聖地巡礼者への施領や武力による防衛を目的とした修道会のことだ。彼らは聖地エルサレムの防衛などに参加したぜ。ただ、十字軍が中東で劣勢になると、彼らは拠点を他に移して活動したな。あ、ドイツ騎士団なら知ってるわ。でも、マルタ騎士団？聞いたことないわね。そうだな。じゃあ今回はマルタ騎士団がオスマン帝国に抵抗した戦い、マルタ東方位戦について解説するぜ。1291年、十字軍最後の拠点であるアッコンがイスラム教徒の手に落ちる。キリスト教徒防衛を担っていた聖ヨハネ騎士団はキプロスに脱出した後、ロードス島に本拠地を移し、海上でイスラム教徒と戦うぜ。実態は海賊だったんだよね。200年後、東地中海沿岸を征服したオスマン帝国は騎士団の海賊行為を厄介に感じる。1522年、20万人の兵力でロードス島を攻撃し、激戦の末騎士団を追い出したぜ。あれ？これじゃあホームレスになっちゃわない？拠点を失った騎士団だったが、ロードス島での勇敢な戦いぶりから対イスラムとしての重要性はヨーロッパ中に知れ渡っていた。当時ヨーシチリア王国を領有し、北アフリカのチュニスを占領するなど東地中海に進出していたスペイン王カルロス1世は、マルタ島と隣のゴゾ島を騎士団に授けたぜ。カルロス1世って神聖ローマ皇帝も兼任していた人ね。それにしても自分の領土をくれるなんてすごく優しいわ。もちろん領土を授けるのはタダではなく、北アフリカを拠点に活動するバルバリア海賊を退治することが条件だった。ヨハネ騎士団はマルタ騎士団と呼ばれながらイスラム教徒との戦い、モトイ商船襲撃を続けられたぜ。海賊対海賊ね。一方オスマン帝国はエジプトのマムルーク朝を征服後、チュニジアやアルジェリアなどの北アフリカに進出。トルコと北アフリカの間に位置するマルタ騎士団はまたもやオスマン帝国にとって目障りな存在になった。オスマン帝国はマルタ島の占領を計画するぜ。毎度すみません。オスマン帝国が侵攻準備を始めたことを知った騎士団長のバレットは、迎撃体制を構築し始める。マルタ島各地の要塞の防備を強化し、またスペインに援軍要請をしたぜ。1565年5月、オスマン帝国艦隊はマルタ島南岸に上陸。他の要塞は後回しにして騎士団の本拠地がある北東部を目指して進軍するぜ。そういえばマルタ島ってどのくらいの大きさがあるの？246で、淡路島の半分くらいだな。え、じゃあすぐに攻略できるわね。小競り合いをしながらもオスマン帝国軍は上陸4日後には島の北東部に到着、海軍も合流して包囲網を張った。こうして1565年の5月から9月まで3ヶ月にわたって行われた戦いが、地中海の覇権をかけた戦い、マルタ包囲戦だ。まずは戦力比較だ。騎士団は500人しかいないの？少なすぎでしょ。そうだぜ、しかも水兵や漕ぎ手を入れても1万人しかいないからな。ただ、スペイン領シチリアからの援軍が来るかもしれないからもっと増えるかもだぜ。オスマン軍4万8千人は多すぎない？まあ、ロードス島の時の20万人に比べれば少ないけど。この数字は騎士団に雇われていた傭兵の一人が残した数字で、恐怖で敵の数を多く誤認していたのかもしれないな。騎士団員の一人は敵軍を2万2000人と見積もっているぜ。1万人の守る砦を2万人が攻める。だとしたら戦力としては互角かしらね。次に戦場だ。入り江がたくさんあって海賊の本拠地にはぴったりの場所ね。騎士団は入り江の入り口に1つ、入り江の中の岬に2つの砦を作った。すべての砦には大砲が取り付けられ、オスマンの軍船を撃ち抜けるようになっており。また、聖アンジェロ砦と聖ミケーレ砦との間には鎖が張られ、湾内への侵入を防いだぜ。
コンスタンティノープル攻防戦でもビザンツ帝国が同じことしてたわね。これだけ堅固ならこの戦い勝てるんじゃないかしら？しかし騎士団には弱点があった。それぞれの要塞付近には小高い丘があり、そこから大砲を撃てば相当な威力になることだぜ。日露戦争の旅順攻略でも203高地から砲撃したわよね。オスマン軍は、まず入江の入り口にあるエルモ砦を攻略して艦隊が入江に入れるようにし、海からもアンジェロ砦とミケイレ砦を包囲、攻略するという作戦を立てた。まず丘の上に砲台を設け、エルモ砦に毎日砲撃を加える。騎士団はそれに応戦し激しい砲撃戦が始まるも、一週間後には砦の外郭は完全に破壊され本丸だけが残った。準備砲撃が終わったオスマン軍は突撃をかけるも騎士100人を含む守備隊1500人が必死に抵抗、押し返されてしまうぜ。排水の陣と似た状況だからかしら。オスマン軍は砲撃を再開し、砦の包囲を継続。6月23日にもう一度突撃をかけ、とうとうエルモ砦を占領した。騎士団側の1500人は全滅し、オスマン側も6000人の犠牲が出たぜ。ここでも玉砕が行われていたなんて。作戦の第一段階を突破したオスマン軍は、入江に艦隊を入れて海と陸から残りの砦を包囲しようとする。しかし入江に入ろうとすると騎士団はアンジェロ砦から攻撃、船のいくつかは撃沈したぜ。あれ？船が入れなきゃ作戦失敗じゃない。そこでオスマン軍司令官は秘策を考え出す。海から入れないなら、陸から入ればいいじゃないか。言葉通りオスマン軍は艦隊を陸上運搬して丘を越え、入江の奥に入水し、まずはミケイレ砦を陸と海から総攻撃する作戦に切り替えたぜ。艦隊の山越えって100年前のコンスタンティノープル包囲戦でもやらなかったっけ？コンスタンティノープルは陥落しちゃったけど、騎士団は大丈夫かしら？しかしここで運命の女神は騎士団に微笑む。なんとオスマン側からの脱走兵がミケイレ砦の作戦を漏らしてくれたのだ。騎士団長バレットは岬の周りを柵で囲い、海側にも大砲を設置することで攻撃に備えた。またアンジェロ砦との間に船橋をかけ、兵力の移動を可能にしたぜ。7月15日、オスマン軍は作戦通り船を入江に入れて海からの攻撃を開始。同時に陸側からも砲撃を行い、その後突撃を加えた。しかしオスマン軍は岸壁に船を近づけ上陸しようとするも、柵が邪魔になり失敗。せっかく入江に入った軍船は砲撃により撃沈したぜ。いいじゃん、対策した甲斐があったわね。一方陸側の攻撃には騎士団は押され始め、ミケイレ砦は突破されかけたぜ。大ピンチ。その時隣のアンジェロ砦から援軍が船橋を渡って到着。寸手のところで持ちこたえたぜ。危ない危ない。艦隊の一部を撃沈され、海上からの攻撃が不可能になってしまったオスマン軍はその後の3週間陸上からの攻撃に専念する。アンジェロ砦の隣に砲台を新設し、2方向から攻撃できるようにし、それだけでなく城壁の下に坑道を掘り爆薬を仕掛けることも行われたぜ。ロードス島でも同じことやってた気が。これによりアンジェロ砦の外壁は崩れ、オスマン軍は市内に突入、瓦礫の中で市街戦が始まる。騎士団員の一部は市内を捨ててない城に立てこもることも提案したぜ。陥落まで秒読みね。しかしまたもや騎士団に幸運が訪れる。マルタ島の他の都市の守備隊が援軍に駆けつけ、オスマン軍陣営地を焼き払ったのだ。援軍を追い払うためにオスマン軍は砦の攻撃を中止し、二つの砦は寸手のところで持ちこたえたぜ。いつもラッキーね。援軍撃退に成功したオスマン軍は包囲戦を再開、1ヶ月間絶え間ない砲撃と突撃が繰り返される。城内の備蓄は底をつき、兵士は疲労困憊。とうとう砦は陥落すると思われたぜ。ここまで3ヶ月間持ちこたえてることがすごいわ。その時だった。島にスペインシチリア総督の援軍8000人が到着したのだ。これを知ったオスマン軍司令官は撤退を始める。スペイン軍は船に乗り込もうとするオスマン軍を襲撃、甚大な被害を負わせるぜ。
オスマン帝国の敗北ね。両軍の損害はこんな感じだ。どちらも半数以上が死亡。まさに勝者なき戦いじゃない。砲撃戦によりマルタ市街は瓦礫の山と化し、地形も平らになってしまった。しかし騎士団の勇敢さとマルタ島の重要性を再認識したヨーロッパ諸国が多額の献金をしたため、マルタ島はすぐに復興することができた。また、オスマン帝国の腐敗神話が崩れたことでスペインは自信をつける。6年後の1571年、レパントにてベネチア海軍と共にオスマン艦隊に挑戦するぜ。有名なレパントの海戦ね。今日の動画はここまでだ。こういった戦術系動画をこれからも投稿するから、チャンネル登録よろしくだぜ。高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。